こんにちは。しのです。今回はバグコースを投稿するとどうなるか解説していきます。そもそもバグとは何か。バグは英語で無視という意味で、コンピュータの分野ではプログラムの欠陥や間違いなどを表します。わかりやすく言うとゲームの不具合です。英語ではバグよりグリッチが使われることが多いです。バグとグリッチの意味は若干違いますが、ここでは省略します。つまり、バグコースはゲームの不具合を含んでいたり、不具合を利用しないとクリアできないコースを指します。バグコースを投稿するとどうなるか。こちらにある通り、バグコースの投稿は禁止されています。コースの通報理由にもバグを使用しているコースの項目があります。つまり、バグを含んだコースを投稿し、通報された場合、コースが任天堂によって削除される可能性が高くなります。バグかどうかはすべて任天堂が判断するので、自分ではバグを使ってないと思っていたコースが消される、ということが時々あります。コースが消されるとどうなるか。コースが消されるとこのような画面が表示されます。バグコース以外の規約違反の場合、削除理由が別の文章になります。コースが削除されてもコースロボットには残ります。ですが、アップロードアイコンに禁止マークが表示されているものに変わります。このアイコンがついたコースはどのように作り変えても二度と投稿することができません。コースを投稿しようとするとこのようなメッセージが表示されます。作り変えたコースでもこのメッセージが表示され、投稿できません。何度もコースが消されると、コースが消されるのが1回目であればまだ大丈夫ですが、何度もコースが消されるとコースのいいねがすべて消されます。いいねが消された後に、お知らせのニュースに通知が来ます。いいねがすべて消されゼロになるので、もちろん職人ポイントもゼロになります。全期間職人ポイントメダルを持っていた場合は剥奪されてしまいます。ここに書いてある通り、いいね全消しされた後に再びコースが消されると、2回目のいいね全消しがされ、アカウントが停止されます。アカウントが停止されるとこのようなエラーが発生し、マリオメーカー2のオンラインサービスがすべて利用できなくなります。いわゆる赤番です。何の前触れもなくバンされます。1回目のバン期間は規約違反内容で変わりますが、2週間から1ヶ月。2回目のバン期間も規約違反内容で変わりますが、1から3ヶ月。3回目は不明ですが、2回目より期間は長くなると思います。4回目以降は永久バン、バン解除なしになる可能性があります。バン解除の通知は来ません。私がコースを投稿しない理由。私は過去にバグを含んでいるコースとは気づかずコースを投稿し、2度バンされています。1度目は1ヶ月、2度目は3ヶ月でした。2度目のバンはコースにバグが含まれていないと思っていたのに消されてしまいました。自分でバグだと思っていなくても任天堂がバグと判断したらコースは消されてしまいます。もうコースを消されてバンされるのは嫌なので、バグが含まれていないと思うコースでも投稿しないようにした結果、コース投稿をしなくなりました。今後コース投稿を再開する予定はありません。もし新しくコースを作ったら、YouTube か Twitter で公開します。以上です。バグコースの投稿はメリットがあまりありません。やめておいた方がいいと思います。ご視聴ありがとうございました。